解説者、阪神は重い雰囲気のとこに得点力の乏しい最もいい相手が回ってきた。山田久志、阪神中野つぶせ夢の一打が中日柳にダメージ与えた。夏場は打ち勝てるところが上に行く阪神は交流戦明けに初めて先取点を奪って優位にゲームを進めることができた。5点取って3点取られた。まずい展開に傾いたが、その後も加点を続けて突き放した。山田、阪神にとっては一息ついた一勝だった。 DeNA に3連敗を喫し、少しチームの雰囲気が重くなったところ、得点力の乏しい最もいい相手チームと対戦することができた。ペナントレースではそういった運と突きも必要になってくる。運もいいとのこと。そんなこと言わんでええや。こんなん言ってたらまた秋口に痛い目に遭うから言わない方がええんちゃうの。異例言われようやな事実だから仕方ないけど、得点力がないのにタイムリーエラーで得点現状もしてくれるからね。山田久志、お前裏切ったのか。3点取られた時ワンチャンあるかと思ったのに。事実的中日なら見下してもいいという印象。そもそもが悪い中にベースと当たってるんやから、本当にやろ。これで巨人とか相手だったらマジで最悪な気分になってたやろな。中日と返すべくの人間を笑顔にするってのような球団。中日がセリーグを支えるある意味最強だ。事実陳列祭。中日ならバカにしてもいいという風潮しゃあない。山田が言うなら間違いない。